次は順と線について説明したいと思います。これは木刀ですけども、まず刀と想像してください。こっちがですね、切れない部分、刀刃ですね。刀というのは刀刃です。両刃が剣になります。でこっちが切れる側、そうすると相手が来た時にこういうふうにすると刃こぼれしますね。多分これに防御ラインと攻撃ラインを合わせてきます。背を取ります。相手がついてきた死んだ時、これも背を取るという考え方をします。こっちが防御で、こっちが攻撃。次、思い切ってきて、これも背を取るということになります。で、間合いというのはすごく大事です。例えばこういう状態。どう考えてもこっちの方が有利ですね。もうひっついてきて。そうすると、自分がこの引き寄せの輪が切ると、こっちが有利になります。そういうふうに、ただやり合うんじゃなくて、そういう攻防というのがすごく大事になる。